万華鏡万華鏡は2枚以上の鏡を組み合わせて、オブジェクトと呼ばれる内部に封入、または先端に取り付けた対象物の映像を鑑賞する筒状の多面鏡。同義の英単語をカタカナ表記してカレードスコープとも言う。かつては万華鏡、百色メガネ、二色メガネとも呼ばれた。観察者は筒の一端から覗き込み、多端からは光が入り鏡で反射する。 鏡を45度の角度に交差させると8個、60度では6個、90度では4個の1回の反射による鏡像が見られる。筒を回転すると着色された物体が移動し、様々な色や模様を見ることができる。鏡の対称性により美しい図形が見られる。2枚の鏡でできたものは、背景から独立したパターンとなるが、閉じた三角形の鏡でできたものは、 視界の全体がパターンとなる。ディビット・ブリュースターが変更の実験の途中で発明し、1817年に特許を取得した。初期のデザインは一旦に一組の鏡を置いた筒からできており、多端には半透明の円盤、その間にビーズを置いたものである。初期には科学における道具として発明されたものが、玩具として急速に複製された。日本には、 江戸時代の文化文政時代の1819年には、すでに輸入され、肛門渡りサさ,らさメガネなどと呼ばれて、大阪ではその偽物が出回るほどの人気を博した。埼玉県川口市には、個人が運営する日本万華鏡博物館がある。また、北海道小樽市の小樽館では、世界最大規模のカレードスコープギャラリーがある。 万華鏡の内部映像は鏡によって作られ、その枚数や組み方のシステムをミラーシステムという。万華鏡の内部に封入、または先端に取り付けた見る対象物をオブジェクトという。オブジェクトには、オブジェクト専用のケースに封入しているものと、ボディに直接取り付けているものがある。オブジェクトケースを使用しているものには、オブジェクトケースが本体に固定されているケース固定式と、 オブジェクトケースだけ回転できるケース回転式がある。また、オブジェクトケースへのオイルの封入の有無により、オイルタイプとドライタイプに分けられる。ボディに直接取り付けている万華鏡には、円盤状にオブジェクトを取り付けたホイールタイプや先端に円筒状のオブジェクトを取り付けたシリンダータイプがある。万華鏡の外装でミラーシステムを収める箱の部分。ありがとうございます。